さあやっていきましょう。つむつむ手持ちのものを紹介するまで全て終われませんということで、ダースベイダーですね。これもしかしてあれですかね、ダースベイダーの音楽が流れるやつですかね。だとしたらめっちゃテンション上がるんですけど、まあなぞると赤い輪が小さくなった時に話すと つも消す範囲が広くなるよということで、これゆっくりな、あれこんな仕様でしたっけ、なんかゆっくりなぞったら大きくなるとかだった気がしたんですけど、あれもしかしてこれ仕様変わった、僕が知ってる説明文じゃなかった気がするんですけど、まあとりあえずまずはあのダースビーダー、つむつむでまさかこの曲が聴けるとは思わなかったですね。本当この曲、そう、なんていうんですかね、やっぱ悪役にもこうテーマ曲が用意されているってすごくいいっすよね。いい、いい、いい。あ、やっぱそうだ、やっぱそうだ。いい、いい、いい。あ、でもこれあれか、めっちゃ消せるけど、その時間内でめっちゃ消せるけど、あれはたまらないんですね。なんだっけ、ボムができるわけではないんですね。なるほどな。アナキン・スカイウォーカーはこう自動で3連戦でバシャバシャバシャってやってくれるじゃないですか。ウィー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 、おー、なんかめっちゃ、あれこんなに消してくれるツムでしたっけ、まあ、範囲は狭いんですけど結構な数消せてる気がしますね。これちょっともう一回、もう一回くらいスキルが使えたらギリギリミッションクリア達成できるかもしれないですね。いけるかな、いけるかな、あ、いけた、いけた、いけた、こい、いけた、よしよしよし、はい、バシ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 、You, you, じゃ、I am on your side って言ってね、ラー、No way! って言ってね、あの叫んでね、追っていく、あの、スターウォーズエピソード5のシーンがね、やっぱ有名だったりしますよね。まさか、お前、パパやったんかっていうね。あの時の衝撃は初めて見た時は大きかったですけどね。まあ見たの小学生だったんでね。小さく、あ、なるほど。小さくなった時ってそういうことか。はい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 。予約理解した。こういうのっていうのはね、一回プレイをする前にちゃんとね、下調べっちゅうのをやっとくべきなんでしょうけど、もう、すべてがぶっつけ本番でやっているんで、まあ、でも、すげえ積む消しましたね。はあ、コインは稼げないけど、点数は稼げる。積むっぽいですね。うん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 。まあ、おかげさまで667個消すことができましたんで、はい、なんとかミッションもクリアすることができました。ということで、ダース・ベイダーはライトセーバーをぶん回して、とにかく積むを数多く消してくれる最強でございました。ということで、また次回。では。